Maxie is a nunchaku wielder who hails from the Ryukyu kingdom. Unlike his father, a merchant bound to his kingdom, Maxie refused to be shackled to anything and so chose the path of piracy. With his eyes on the wider world and a trusty crew in tow, he set sail, drifting from adventure to adventure as he saw fit. Now, bound for India, Maxie's ship headed toward Southeast Asia. ソウルエッジ？なんだいそりゃ。伝説の剣とかって言われてる武器さ。この商人さんが戦場オークションにかけようっていう話らしい。ライラと言います。腕の立つ警護役が欲しくてね。しかもあなたは自前の船を持っている。うってつけの役回りってわけだ。やめとこうぜ兄貴。ソウルエッジ、相当ヤバい筋からも聞く名前だぜ。おいおい、こんな美人の申し出を断れるかよ。大体こんなケチな仕事、うちは便利屋じゃないんだぜ。グダグダ言うんじゃねえ。悪いね、うちの一家は品がなくてさ。その一家をまとめられるか、お手並みを見せてもらうとするわ。もちろんだ、共存共栄といきたいね。チッ、カデナが焼くぜ。絶対裏がある。おっと、早速お出ましかい。嫌な予感がするんだよな。無駄口叩いてる暇はねえぞ。チッ、また壊しちまったぜ。力が強すぎるのも考えものだな。ヤガジ、毎度すまねえがまたしおりを頼むぜ。マキシの兄貴のために随分改善を重ねてきたが、まだ完成には遠いようだな。ヤガジ、お前傷はもういいのか。そうだな、悪いがしばらく船を降りることになりそうだ。ヤガジ、なーに、いい機会だ。頑丈な材質の木材がないか探してみるつもりだぜ。マキシの兄貴もしっかり腕を磨いておいてくれよな。任せな。お前らも分かってるだろ、俺の腕前に間違いはねえ。上には上がいるけどね。それを言うんじゃねえ。ソウルエッジとやらの話、やっぱり出どころが怪しいよ。今からでも遅くない、ずらかろう。まあ待てよ、払いも悪くねえんだし。うまい話には裏があるって言うぜ。こちらが得をしてからでも遅くはないだろ。共存共栄だって。海賊が言うセリフかな。おっと、今夜もお客さんだ。誰も彼も噂に釣られすぎだぜ。そんだけ魅力的な餌なんだろうな、ソウルエッジってのは。そんなにご大層なものには見えないがな。腕のない奴ほど大それた武器をありがたかるもんさ。今日はいつにも増して客が多かったな。ヒヤヒヤしたぜ。そうだな、オークションの日も近い。あれ兄貴、またヌンチャクをぶっ壊しちまったのかい。ああ、だが、なんてことはないぜ。このくらいの相手ならな。丘に上がってまで用心棒ってのも、しまらないな。ライラにうまく使われてるだけじゃねえか。まだそんなこと言ってるのか。俺なりに調査もしたが、あの女良くない噂もあるし。いいんだよ、心配性なのがお前の欠点だぜ。はあ、兄貴の欠点は女に弱いことだよ。
これだけ派手に宣伝しておいて偽物とはね。姉さんも悪党ですね。滅多なことを言うもんじゃないわ。情報に疎い者が食われる、それだけのことよ。奴らを斬るなら頃合いじゃねえですか。共存共栄か。利用価値があるのはオークションまでね。その後は。クソ、やっぱりな。誰だ。やべ、こいつ聞いてやがったか。おっと、うちの一家に手を出すとはどういう了見だ。兄貴、そのヌンチャクは。ヤガジの自信作だぜ。おい、キャン、お前ソウルエッジを持ってきちまったのか。え、ああ、つい勢いで。そんなもん持ってたら狙われるに決まってるだろうが。でもその刀を頂戴する。ほらな、言わんこっちゃねえ。どいつもこいつもそんなにソウルエッジとやらが大事かよ。こんなもんはこうしてやるぜ。ああ、もったいない。偽物でもうまくやれば金になったかも。本物でも惜しくはねえよ。ヤガジの作ってくれたヌンチャクの方が何倍も価値があるってもんさ。そうか、兄貴最初からそれが狙いで。さすがだぜ。事実を言ったまでさ。ま、ライラさんはそう思ってないみたいだけどね。悪いね、共存共栄はここまでだ。よっしゃ、行くぜ。怒りをあげろ。はいよ兄貴、俺たちはどこまでもついていくぜ。The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.